寺院の利子のレリーフリ師とは、本来サンスクリットで、ベーダ聖典を監督したという神話、伝説上の聖者あるいは賢者たちのこと。漢訳仏典などでは、千などとも訳され、インド学では、聖典などと訳される。または、サンヒターのうちの一つ、聖戦とも呼ばれる。インド神話においては、ヨーガの修行を積んだ苦行者であり、その結果として神々さえも服さざるを得ない。 超能力を体得した超人として描かれることが多い。また、神秘的霊感を持って宗教史を監督し読むという。俗界を離れた山林などに住み、樹木の川などでできた粗末な衣をまとい、挑発であるという。一般には温厚であるが、一度怒りを発すると手がつけられなくなり、その超能力で条件付きの死の宣告をしたり、 雨を降らせないなどの災いを引き起こしたりするという。古来より、ベーダの姿勢として七聖権と呼ばれる利子が並び、称されている。彼らは、北と七聖と同一視されているが、その七人の名は資料によって様々である。七聖権以外の利子として知られるのは、アガスティア、ビシバーミトラ、ビアーサ、ダクシャ、チアバナなどである。 死災階級バラモンは、ベーダ総伝の系譜を示すものとして、神話上の利子を外する、士族名を持つ。例えば、アトリを外するバラモンの家系の場合は、アートレイヤという士族名となる。ありがとうございます。